では、日本国政府は、日本の歴史を正しい歴史に書き換えるように、大和民族天皇家が改ざんした、持統天皇が改ざんした偽の歴史、古事記、日本書紀を廃棄し、真実の歴史を編纂し直すようにしてください。世界各国の政府も同様です。とりわけ東アジアの諸政府は、偽の歴史を信じきっているし、実際また四大文明が文明の発祥でもないし、縄文文明がそれに先行しているし、それ以前にも文明があったことは常々申しています。故に、正しい歴史に、歴史書を、ね、正しい史実に戻すように書き換えていく。間違った歴史は、たとえ正史と呼ばれてでもそれは改ざん史です。アマが改ざん史と申したものは全て改ざん史なのだから、その間違ったものは全て、はい、真実の歴史に書き換えるように、歴史書ね、教科書もね、わからないところがあればアマに質問しに来てください。そのお仕事は日本神道が中心になるのが、それはふさわしいとアマは信じています。固く。思っていますし、確信しているので、感じていれば、中国を言えば確信しているので、中国文字で言えばかな、確信しているので、日本神道が速やかに真実の歴史をそろそろ発表するタイミングでもございますと申しておきます。